ビサンブールは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。アルザス北部にあるビサンブールは、ドイツラインラントプファルツ州と境を接している。ドイツに源を発するライン側の支流、ローター側が、コミューン内を横切る。ビサンブールの西は、北防ュ地域圏自然公園である。17世紀のビサンブールサンピエールへン、ポール教会メゾンデューセル7世紀。 アウストラシア貴族によって、ローター川に浮かぶ島に、聖ペトロと聖パウロに剣道された修道院が築かれた。聖ピルマンがこの修道院に、ベネディクト会派の戒律を持ち込んだ。修道院はすぐに200平方キロメートルを超える広大な領域を要するようになった。修道院は、アルザスで最も裕福な修道院となるほどに富み、974年には、 司教綱領に昇格した。11世紀、首労を備えたロマネスク様式の教会が建設された。12世紀から13世紀、修道院の周りで生まれた村は、急速に成長し、多くの対立を生む修道院の創始家から逃れようと模索した。コミューンは、自らの議会の議員を選べるようになり、繁栄は頂点に達した。その富は、織物やワイン。 国の生産からもたらされていた。14世紀、修道院の影響下からの独立を強調する、ビサンブールは、10都市同盟に加盟した。同盟の指導者たちは、新しい修道院長に忠誠を誓うのを拒否した。1469年、修道院長、フィリップ・エルパハが死んだ時、修道院には、実質的な借金が残された。新しい院長のジャンド・ブリュックは、 修道院を復興させようとした。しかし、アグノー領主であるプファルツ選定校、フリードリヒ一世が、自らー都市同盟の知事として治めると決めた。彼は、修道院に捜査官を送り込んだ。ブルックは、ドラケンフェルス城への引退を決めた。土地を所有するビサンブールのブルジョワ階級が、選定校に対し反乱を起こすと、この件に、聖職者たちが介入した。 ブルジョア階級はビサンブールの聖職者たちに帰還を求めた。1471年に両者の対立が和解され、院長たちは修道院へ戻ったが、修道院の改革が行われた。15世紀の対立は、先抵抗によってビサンブールの街が破壊されるまでになった。16世紀、宗教改革がビサンブールに波及し、大きな勝利を収めた。 ドイツ農民戦争や三十年戦争の戦火にあった、この暗黒時代には多くの軍隊がウィッサンブールを通過した。ベスト・ファーレン条約締結後、フランスはハプスブルク家が治めてきたアルザスをフランス領とみなした。しかし十都市同盟都市はフランス王を主君と認めなかった。これにより、フランス軍の容赦ない遠征さらされ、1677年1月25日には、 コミューンは燃やされ略奪された。この沈圧が終わると、1680年に、新生ローマ皇帝に救われなかった10都市同盟の姉妹都市たちは、フランス王の進化となった。退位したポーランド王、スタニスワ・フレシチニスキは、亡命時代に家族飛びサンブールで、幾度か過ごした。フランス革命後、聖職者たちは追放され、修道院資産は売却された。 1793年と1870年、ビサンブールは対ドイツ戦の戦場となった。夫婦戦争後にはアルザス全体がドイツ領となり、1918年にフランスへ復帰した。1944年から1945年のノルトビイント作戦でビサンブールは被害を受けた。1944年12月16日に一旦、 連合国軍によって解放されたが間もなく、ドイツ軍に再占領され、最終的に解放されたのは1945年3月19日、アレクサンダー・パッチ将軍式の第7機構師団によってであった。ありがとうございます。